イランソビエット社会主義共和国、通称ギーラーン共和国は、1920年から翌1921年まで、イラン北部のギーラーン州に存在した、社会主義国家である。当初の政権は、1920年6月に、赤軍の庇護のもと、イラン共産党と、民族主義的なジャンギャリー運動の連立により、発足した。しかし、ほどなく左派のクーデターにより連立は、 崩れ、政権は強固な共産革命路線へと移った。ところが、時を同じくして、モスクワのボリシェビキ党中央は、東方の情勢安定化のために、テヘラン政府との融和を模索するようになった。党中央から切り捨てられる形となった、イラン共産党は、なおも革命路線の堅持を掲げて、政権の再統一を図った。だが、1 9 2一年十一月、 テヘラン政府軍による相当作戦によってギーラン政権は壊滅した。ラシトの空クたち第一次世界大戦期ガージャール朝の弱体化に伴い、イランはイギリスとロシア帝国による繁殖民地状態となっていた。そしてこの頃、イラン北部のカスピ海南西岸に位置するギーラン州ではイギリスロシア両国の干渉にパルチザンとして抵抗を続け、 テヘラン中央政府からも距離を取る独自の勢力が存在していた。かつて挫折した立憲革命の再生を訴え、ギーラーンの森林の中からイランの独立回復と変革を求める彼らの闘争はジャンギャリー運動と称され、この指導者であるミールザー・クーチェクハーンにも多くの支持が集まっていた。その後、ロシア革命の勃発により、ロシア軍が イラン北部から撤退すると、イランにおけるイギリスの支配力は大きく増した。1919年8月には、英派協定によって、イランの実質的なイギリスによる保護国化が開始され、これに伴って、ジャンギャリー運動も当初の反イスラーム主義から反映、反テヘラン政府へと方針を転換していった。一方、新たなロシアの支配者となったボリシェビキの間でも、 イラン人民の階級意識の担い手とみなされた、ジャンギャリー運動への支援が検討されるようになった。ギーラン共和国の建国を報じる6月27日付、ロースタ。見出しにロシア語で、赤色イラン、下段にペルシア語で、ミールザークーチェク万歳とある。ギーラン政権が発行した切手1920年5月18日、ボリシェビキの赤軍第11軍と、 カスピ赤色艦隊は、イギリス中流軍に庇護された白軍艦隊の打フを名目として、ギーラーンのアンザリー港へ一斉攻撃を行った。そして赤軍は、イギリス軍を配送させた後、地元民から、ある程度の指示を受けつつ、アンザリーへの中流を開始した。同月23日、クーチェクラ、ジャンギャリー代表団は、赤軍のセルコールジョニキゼ、 ヒョードル・ラスコーリニコフと交渉を持ち、繁栄、ハンテ・ヘラン政府の方針で、意見の一致を確認した。6月4日、クーチェクは、赤軍と共にギーラーンの州とラシュトへ入場し、カール・ゴザーリー広場の大群衆を前に、イランソビエト社会主義共和国の樹立を宣言した。革命政府によって、従来の地方政庁は解体され、その管理らは、ギーラーンから追放された。また、 警察長官が革命側に寝返ったため、革命政府は治安組織の掌握にも成功した。その一方、当時ギーラーンに駐屯していたペルシアコサック師団は革命政府による武装解除を拒否し、テヘラン政府への忠誠を誓い続けた。しかし、6月15日にジャンギャリーと赤軍の合同軍が観光した包囲戦により、 その450人のコサック兵も100人以上の戦死者を出した末に武装解除へと追い込まれた。アンザリーでもこれにこうして同月20日から25日にかけてイラン共産党の創立大会が開催された。そしてこの共産党とジャンギャリーとの統一戦線は以下のメンバーによる革命政府を発足した。しかしこの共産党とジャンギャリーによる連立政権は 内部対立により、樹立直後から運営に支障をきたすようになる。共産党が、雇い農や労働者を、支持基盤としていたのに対し、ジャンギャリーの支持基盤は、英派協定による、退路貿易の縮小に反発した地主や、商業ブルジョアジーであった。また、クーチ地クも第一には、繁栄独立を求める民族主義者であって、共産党の掲げる、土地改革や、労働運動には、 否定的であった。同時期に、テヘランでは、親衛派の母数オットオレ内閣が倒され、民族主義的なモシールットオレ政権が誕生していた。ここに至って、テヘラン政府との接触を持とうとする空チェクと、それに断固反対し社会改革の実施を求める共産党との対立は激化した。7月10日、共産党中央委員会とジャンギャリーサ派の合同会議は、 政権からクーチェクラ、ジャンギャリーウ派を武力を持って排除することを決議した。同月19日、危機を察知した、クーチェクは政権を見限り、ナシトを離れて、州西部、フーマンの森に拠点を移した。その後クーチェクは、ボリシェビキ指導者のウラジーミルレーニンに宛てた書簡で、ギーラーン政府には、赤軍との協定に反して、ソビエトアゼルバイジャン政府からの内政干渉が、繰り返され、 そしてイラン共産党も地元民の心情を無視した過激な共産主義宣伝により政権の基盤を破壊していたと批判した。この書簡に答えてボリシェビキ中央委員は現地へ人員を派遣して問題を調停することを9月になって決議したがその時にはすでに政権の分裂は修復不能な状態に陥っていた。空クがラシュトを去って9日後の7月28日。 ムディバニとアナスタスミコヤンの率いる800人の兵士がアンザリーからラシュトへ侵入し、ボリシェビキイラン局による無血クーデターが実行された。イラン共産党はボリシェビキイラン局の完全な統制下に置かれることとなり、新たなギーラーン政権の議長には共産党からエフサーノラーが就任した。政変後にイラン局がボリシェビキ中央へ当てた報告には、 ギーラーンの支配者になることだけを考えていたクーチェクが、ボリシェビキに対する正真証明の進撃を開始し、赤軍資産を持ち逃げし自らの精鋭部隊を撤兵させたとの言葉が並べられた。一方、クーチェクはこれに反論し、ラシトを去ったのは内戦への発展を避けるためであり、資産もイラン人民が自分に対して託したものであって赤軍に返還を要求する権利はない、と述べている。 エフサーノ・ノッラーの政権は、ボリシェビキの投稿量に忠実に、社会改革を実施した。バザールでの私的交換は禁止され、企業の国有化が行われた。挑発は困窮する農民からも容赦なく行われ、地主や資本家など数百人が処刑された。反宗教政策によって、ムッラーの屋敷は召喚にされ、反チャドル運動は、地元民の奮撃を買った。 さらにエフサーノラーは、テヘランへの無謀な進撃を試み、反撃を受けた末に、マーザンダラーンでの支配も失った。イラン共産党による新政権は、ギーラーンの共産化を強力に推し進めたが、一方で、モスクワのボリシェビキ党中央は、イラン情勢への干渉には及び腰になっていった。1920年夏頃の党中央は、 ヨシフ・スターリンやミールサイトするタンガリエフのように、あくまで東方の共産革命を推進しようとする意見と、レーニン、チチェーリンやレフトロツキーのように、英雄通商協定による対英優和と東方の安定化を優先する意見との対立が発生していた。この頃、西方での対ポーランド戦争を抱えていたロシアに、とって同時に東方にまで戦線を開くことは、 致命的な結果を招きかねなかった。そして、空地区の逃亡は、党中央の動揺を加速させた。コミンテルン第2回大会中の7月28日に、レーニンとチチェリンは、イラン共産党の掲げる、農民放棄戦術を否定し、民族ブルジョワジーとの共闘路線を要求した。そして10月になると、イラン共産党は、エフサーのラーを極左的であるとして、 中央委員長から解任し、ヘーダル、ハンアムウーグリーをその後任として選出した。翌1921年1月、イラン共産党は新たなテーゼを採択し、ギーラーアン革命をプロレタリアートから中小ブルジョアジーまでを急行したハンガージャールアサ闘争として再定義した。党中央の指令により、イラン共産党は即時の共産革命路線を撤回したが、 これは、両者の接近を意味するものではなかった。イラン共産党が、共闘すべき民族ブルジョアジーを、ジャンギャリーと理解したのに対し、モスクワが意図した、それは、テヘラン政府を指していた。3月に、イラン共産党中央委は、イギリス軍とテヘラン政府に対する闘争指令を、発したが、ロシア政府はすでに2月に、そのテヘラン政府と友好条約を締結していた。 同時期に、テヘランで、レザーハーンによるクーデターが発生すると、このすれ違いは先鋭化することとなる。このクーデターを反ーブルジョア革命の成功とみなす、モスクワにとって、もはや、ギーラーン革命は、イランの内戦でしかなくなった。6月に、赤軍はイランから撤退し、シチェリンと中イランロシア大使のヒョードル・ロトシュテインも、ギーラーン政権に対し自主的解散を迫った。 さらし首にされた空チェクしかし、東中央の動きに反し、5月にヘイダルは、右派の空チェク、最左派のエフサーのラーと、再び急合し、統一戦線による革命委員会を再結成していた。8月には、イラン共産党がギーラーンに、ソビエト権力の樹立を、再び宣言し、革命路線を復活させた、投稿量を公にした。 エフサー・ノンラーは再びテヘランへ進軍し、またも政府軍に撃退された。これは、当中央、そしてロシア政府の外交方針に対する明白な拒否回答であった。そして、アゼルバイジャン政府やアゼルバイジャン共産党の一部にも、イラン共産党の抵抗路線に同調する動きが見られ始めた。だが、テヘラン政府軍司令官となったレザー・ハーンは、10月に、 ギーラーンの総統作戦を開始した。この作戦は、レーニンの指示のもとに、ロトシテインがテヘラン政府へ進言したとも言われる。また、党中央政治局は、バクウェ、軍事委員会を派遣し、イラン情勢への不干渉の絶対遵守を命じた。11月にラシトは陥落し、ギーラーン共和国は壊滅した。エフサーノラーは、バクウェ亡命し、クーチェクはタリシュ山中で、 投資体となって発見された。政権内右派との折衝に失敗したヘイダルは、相当作戦の時点で、クチェク派に殺害されていた。その後、エフサーノンラーは1939年に、大粛清の犠牲となった。ソビエト連邦の歴史学においては、ギーラーン共和国崩壊の原因は、クチェクの民族主義的な姿勢に返され、 かつてのイラン共産党左派が空クに加えた非難をそのままに踏襲する見方が主流であった。後には共産党左派自体の理論的未熟さを指摘する研究も現れるが、党中央の東方政策に同様があったことは決して指摘されなかった。ソビート連邦の崩壊後の研究でも責任の大半は共産党左派にあったとの見方が主流となっている。 一方、イランにおいては、クーチェクは、TV ドラマの題材とされるほどに高い評価を得ており、信心深い愛国者としても商用されている。歴史研究においても、クーチェクは、敗下や、共産党の左派に騙されて、ボリシェビキに接近してしまったとされ、クーチェクが、初期から赤軍と交渉を持っていた事実は無視される、傾向にある。他方、若い世代の左翼的研究者の間には、 むしろヘイダルこそが立憲革命の継承者であり、空チ区クがそれを裏切ったことで、ギーラーン革命は倒れたのであるとの意見もある。しかしながら、イランの左派や反体制派にとっては、この革命運動の失敗がパフラビー朝による独裁を生み出す下地となったと捉えられ、ギーラーン革命は彼らにとっての負の遺産となり続けている。ありがとうございます。